さあやってきました、年に一度の大レース、 F1 モノマネグランプリ、まもなくスタートです。栄光へのシグナルが青に変わった、各社一斉にスタート。それでは今回の注目選手をご紹介しましょう。まずはハミルトン、2番手ボッタス、3番手に加藤浩次、それを追って武田鉄矢、続いて2台が争ってるぞ、逃げる月亭方正、いやいや追っているのが長野正弘、方正クラブ方正、東野浩二はこの位置前園さん、ちょっと遅れて阿部寛、ありがとうございました。一台挟んで志村けん、後方グループは混戦模様、チョコプラ長田、そろりそろり、チョコプラ松尾、強い投げ一個、偽物ダイアン津田、ゴイゴイス、2台並んで走っているのは千鳥の大悟とノブだ、お主お主、そしてこの位置志村けん、あなたこの位置だね、ここでヒロミがピットイン、いいんだけどなんかさ、こういうのってさ、あんじゃんか、さあレースも終盤、おっと加藤浩次がここでクラッシュ、この状況当たり前じゃねえからな、それを横目に南海山ちゃん、おはようございます、加藤浩次、長渕剛、シーシー、最終コーナーを回ってゴールに飛び込んできたのはなんとこいつパンサー尾形だ、サンキュー、支えてきたチーム松任谷正隆氏も大喜び、ステイホーム、チャンネル登録よろしくお願いいたします。